もう出てきた時はね、ガイタレでしたね。もう完璧にもう佇まいから日本人じゃないなって感じがしました。すごい外国のバンド、すっごいかっこよかったんです。なんかちょっと塀を乗り越えて憧れのアメリカにちょっと触れちゃったぐらい。紫がいて自分の道も決まるみたいな。一番最高位は紫。オケラネマスコ、こんな人間がいるというのは本当宝です。本当に、いや自分でできるのかな、この6人のマネージメントなんて。父さんが僕の年の時にどんなだったか。まあ、紫は正直あと何年できるのか分かんないですけど、まあ、可能な限りやりたいって、やっぱあの人たちを見届けたいっていうのがあります。This is a new song